ジョージ・ F ・チップ・ヨハンセンは、アメリカ合衆国の脚本家、プロデューサーである。24、24-、ムーンライト・ミレニアム・ビバリー・ヒルズ高校白書などに参加している。ハーバード大学を卒業し、その後、UCLA のロースクールで JD を取得した。1991年にテレビシリーズ、マリード・ウィズ・チルドレンのエピソードを執筆し、 キャリアが始まる1992年にビバリーヒルズ高校白書の第3シーズンでストーリーエディターの役職に就く。1993年の第4シーズンではエグゼクティブストーリーエディターに昇進した。1994年の第5シーズンでは共同プロデューサーとして制作スタッフに加わった。また同年にはザ・モンローズでプロデューサーを務めた。 1996年、クリス・カーター企画によるシリーズミレニアムの第一シーズンに脚本家兼共同プロデューサーとして参加した。同シーズン半ばからはプロデューサーに昇格し、さらに1997年の第二シーズンからはコンサルティングプロデューサー。1998年の第三シーズンからはエグゼクティブプロデューサーとなった。2000年には同じく、 カーター制作のシリーズ X ファイルの脚本を執筆した。2000年ダークエンジェルの第一シーズンにコンサルティングプロデューサーとして参加した。翌2001年の第二シーズンにも引き続いて参加した。2001年後半には 24-24- 24の第一シーズンの脚本に参加した。2005年 SF シリーズサーフェスにコンサルティングプロデューサー兼脚本家として 参加するが、これは、第一シーズンで打ち切られた。2007年、ムーンナイトにエグゼクティブプロデューサー検脚本家として、参加した。ヨハンセンは、最初の12話までは、ショーランナーを務めていたが降板し、第一シーズン終了後に、番組は打ち切られた。2009年には再び24、24、24- に参加し、コンサルティングプロデューサー検脚本家を務めた。 2009年秋からの第8シーズンでは共同エグゼクティブプロデューサーに昇格し、さらに最後の7話ではエグゼクティブプロデューサーとなった。2010年、ヨハンセンはショータイムのドラマシリーズデクスター警察官は殺人鬼の第5シーズンでクライド・フィリップスに代わってショーランナー兼エグゼクティブプロデューサーとなった。ヨハンセンは第5シーズン限りで番組を離れ、 2011年からは、ショータイムのドラマシリーズ、ホームランドでプロデューサーを務め、複数エピソードの脚本を書いている。ホームランドは、X ファイルや24、24、24- で、ヨハンセンと共に働いた、アレックス・ガンサとハワード・ゴードンが企画した番組である。ありがとうございます。